別紙銅山記念館は愛媛県新浜市の山根公園に隣接する博物館。原独年間から約280年もの長きに渡って日本の貿易、産業を支え、現在の住友グループの礎となり1973年に、その幕を閉じた別紙銅山の歴史や技術を構成に伝えるために、1975年に住友グループ各社が共同で設立した。 別紙銅山のお膝元で、住友各社が生まれ今も、主力工場が多く立地する愛媛県新浜市の南部、山根地域にある。ここは、市の平野部と山岳部の境界にあたり、付近はかつて銅山で働いていた、従業員のための社宅や、構成施設などが集積した地である。現在は、住宅や、総合運動公園などが整備され、市民の生活、憩いの場として、 重要な位置づけをされている。その山根の構成施設跡に整備された山根公園の南部にある第三石神社の境内に記念館はあり、山の斜面を利用した半地下構造で屋根には1万本を超えるサツキが植えられており、周囲の景観を損ねることなく溶け込んだ雰囲気となっている。館内は銅山や住友の歴史を紹介するコーナーや、 銅山及びその周囲の地質などを、鉱石、模型などを用いて説明するコーナー、当時の生活を紹介するコーナーなどの6コーナーで構成されており、単なる資料館の域を超えた立派な博物館として整備されている。また館外には、明治期のキ内科に一役買った、日本初の山岳鉄道である、鉱山列車、別紙1号や、各車両の現物が展示されている。 その充実した展示品、施設の保存維持管理には多額の経費がかかるであろうが、この記念館の入場料は無料であり住友グループの資金などにより運営されている。その点だけを見ても得意な施設であり、いかに住友各社が別種銅山を特別、重要なものとして意識しているかを伺わせる。積極的な宣伝活動をしていないが、年間1万人以上が来館している。 ロビー正面に大白を展示、ついで次の6コーナーがある。しさかと大煙突模型。ありがとうございます。